この五条原で諸君を完膚なきまでに叩く。諸葛亮、貴様の命脈もここまでよ。としても完成させねば。王作兵を守りつつ敵を打ち払う。王作兵は無事のようだな。よし、では柵の敷設を続けよう。必然の勝利よ。各愛様、北限の防護柵が無事完成いたしました。おお、ついに。これで西からの敵は防げよう。ようこそ、いらっしゃいまし。今後ともごひいきに。ようこそ、いらっしゃいまし。今後ともご贔屓に。
私が撃たれれば士気が混乱する。何があろうと倒れるわけにはいかない。私が引いては軍の統制が。少々申し訳ございません。修練を積み再戦を期す。必然の勝利を。私は私が制した。夜国道を行く敵兵器の護衛が手薄なようだ。倒せには絶好の機会だな。よし、かかれ。随分減りました。この調子で全部壊してしまいましょう。これ以上トラ戦車を失えば戦況に影響が出る。深刻な状況に陥る前に撤退せよ。必然の勝利を。
もお腹が空けば力が出ないはずだよね。この食料は私たちがもらいます。おいおいおい、簡単に兵糧を渡すと思うのか。輸送部隊は俺が守る。狙いは外さぬ。運命を受け入れろ。格好は殿、難渋しておられる様子。ここはこの核剥製が加勢しましょう。核愛、来てくれたのか、助かったよ。輸送部隊の援護を頼むぜ。食料を奪えませんでした。ダメだな、もっと筋肉をつけないと。よし、無事に兵糧は守れたな。さすが俺だぜ。必然の勝利よ。さすがの腕前です。ようこそいらっしゃいまし。今後ともご贔屓に。勝ちそうだ。こんなの信じらんない。ごめん、監査官。必然の勝利よ。そのご活躍
押したら動きそうですよね。ここからだと山麓の砦まで転がりそうです。けど俺たちにはこの足がある。行くぞ。転がした岩が食軍に当たったのか。すでに敵が弱ってるなんてついてるぜ。狙いは外さぬ。運命を受け入れろ。進軍開始。俺たちであそこをもらっちゃうよ。これはここまでか。諸葛亮殿の背中、不動は乗り切れなかったよ。敵将討ち取った。必然の勝利を。させる。トラ戦車の数は少々心もとないです。運命を受け入れろ。孔明様のため死力を尽くします。このままでは戦線を維持できませんね。一度下がり
体勢を立て直します。武漢の守りは固められたようだな。よし、我らは山道から五条原へ向かうぞ。必然の勝利よ。もはやこの地を守りきることはできません。皆さん速やかに撤退してください。月影軍団撤退する模様、追撃するか否かご判断をお願います。承知しました。みんな撤退していく奴らを追うぞ。まさか敵が追ってくるとは。ああ、このままでは追いつかれてしまう。ほらほら背中がガラ空きだ。よし、火の奴らを挟み撃ちにしてやれ。の部隊との攻撃が成功しましたね。これこそが私の秘策です。背後からも敵が。撤退と見せかけ攻撃に持ち込む罠とは。狙いは外さぬ。運命を受け入れろ。もはや万策尽きました。孔明様申し訳ありません。敵将討ち取った。問題なかろう。月影、すみません。あなたにまで辛い思いをさせましたね。さすがは義武、ここまで攻め込んできましたか。ですが、ここで引くわけにはいきません。我らの死力を尽くし、打ち果たしましょう。
将撃ち取った。あ、素晴らしく輝いていらっしゃる。そのご活躍、皆の希望になりますわ。なんという強さ。わひく、我が敵を撃ち取った。これはこれは、いつもながらお見事ですな。我が敵に落ちよう。練り直しだ。敵将撃ち取った。そのご活躍、皆の希望になりますわ。
私の神参の前ではあなたは無力だ。狙いは外さぬ。運命を受け入れろ。打ち取った。ここは一度引きましょう。引いて、この一度は私にとって最後。思い知ったか諸葛亮、この決戦我らの勝利だ。芝居殿、諸国軍が一斉に退却を始めました。そうか、ついに諸葛亮が言ったか。翔、追撃できるか。いや、それが少し面倒くさいことになってます。交代する諸葛軍の隊列は全く乱れてませんし、奴らの退却路にはいくつも罠が仕掛けられてます。下手に追えばこっちに大きな被害が出そうです。それも諸葛亮の仕業よ。やつは攻勢の中、退路にも策を講じていたのだ。まさに天下の奇才。もうやつほどの敵と出会うこともないだろう。父上、これで当面は食も語も動けまい。これから先は内なる敵、葬儀を蝕む輩と対していかねばな。